持続可能な恋ですか？第1話。晩婚化が進む現代、30代女性の未婚率は 30% 超え。3人に1人が未婚というのが現状。そして、結婚ができたとしても、何年も共に過ごし、気心知れた夫婦に待ち受ける熟年離婚。夫婦仲が良くても、予期せぬ出来事として起こりうる死別。結局、年代問わず、独り身が昔よりも多いのが今の世の中。しかし、恋愛だって今や自由。そんな時代背景を踏まえた、上野樹里さん主演の完全オリジナルラブストーリーが始まりました。ラブストーリーの王道、火曜22時枠の持続可能な恋ですか？主人公の沢田京香は、心身ともに穏やかな生活を送っているように取り繕うヨガインストラクター。演じるのは上野樹里さん。ヨガインストラクターということで、ピタッと体にフィットした衣装も多く見られる今作。上野樹里さんは衣装の NG なしで、沢田京香役に全力で取り組まれるようです。そんな彼女が演じる京香は、大雑把な性格が生活に顕著に現れ、穏やかとはまるで程遠く、いつもドタバタと過ごしている。彼女は母が他界して以降、父と同居中だが、喧嘩が絶えない。そんな父と娘が一緒に婚活？第1話は、生活能力がまるでない父親と2人で生活をしているヨガインストラクターながらズボラで大雑把なため、生活にいっぱいいっぱいな沢田京香が、結婚とは何か疑問に思いつつ、今の夢を実現させるため企業セミナーに行き、同じく結婚願望のないシングルファーザーの東村聖太と出会った。彼はバツイチで小学2年生の息子と暮らすパパ。今は息子を第一に考えた生活をしたいため、結婚する意思はない。結婚願望がないという同じメリット、デメリットを持つと考えた京香は、思い切って結婚を前提としないお付き合いを申し込むが、友達からという流れに。そんな中、母、陽子の三回忌が終わり、ずっと手つかずだった遺品を整理し始めた京香と凛太郎が見つけたのは、陽子が書き残した一通の離婚届だった。ショックを受けた父、凛太郎だったが、どういう風の吹き回しか。京香と共に婚活を始めると言い出し、早速婚活パーティーに出向くことに。乗り気ではない京香だったが、離婚届と共に母が父、凛太郎に向けて書き残した手紙を見つける。母が結婚生活を幸せだったと思っていたと知り、ほっとした京香の前に現れたのは、18年ぶりに再会した幼馴染だった。次回第2話は、ついに京香と凛太郎の親子婚活が、本格的に始まることに。結婚相談所から連絡の来た凛太郎。どうやらもう一度会いたいという女性がいるようだ。そのため凛太郎は京香に一緒に入会しようと誘う。京香は結婚したくないとも言い出せず、やむを得ず入会することになってしまった。聖太と再会すると、磯村隼人さん演じる颯に連絡先を教えていいかと聞かれる。それに対し寂しい気持ちが募り、ついお見合い AI が選ぶ相手と会うことを決める京香。そしてマッチングしたのは語学堪能でなかなかハイスペックな男性だったが、彼をめぐり予想だにしないトラブルに巻き込まれてしまうようです。また、18年ぶりに初恋相手に再会できた颯は、京香のレッスンを受けたいために、ヨガスタジオまで足を運んだり、
積極的なアプローチをどんどんしてくる。一方、父林太郎も井川遥さん演じるあかりと思いがけない再会を果たすようだが、親子の婚活、一体どうなるのか。冒頭では自然に囲まれ、ヨガインストラクターらしく、誰もが憧れを抱くようなゆったりとした暮らしをしているように見えた主人公の京香でしたが、実際との差にいきなり面白そうだなぁとワクワクさせてくれる始まりでした。物が散乱した家で厄介そうな父親との生活を送るも、結婚願望は全くない彼女の仕事とプライベートのオンオフが見られました。今や SNS 時代でインスタやツイッターで生活の充実をアピールする習慣が世間的に根付いていますが、どんなに綺麗でみんなが憧れる投稿をしている人も、きっと裏では京香のようかもしれないですね。そんな京香の夢は自分のスタジオを持つことで、その夢に向けて企業セミナーに通い、そこで田中圭さん演じる東村晴太と出会いましたが、出会ってからの展開がとっても早かったですね。結婚願望のない人があんなに早く告白しますか？そして告白した側なのに、晴太が LINE の交換を申し出たり、LINE してくれと言うと少し困ったような顔をした京香。今後のこの二人の関係の発展が楽しみになりました。また、父親である林太郎もなかなかいいキャラクターですよね。うっかりしていたり、若者から盗み聞きして覚えた用語を京香の前で何気なく普通に使ったり。ですが、亡くなった奥様のことをとても大切に思っていたのが、三回忌のシーンからもよく伝わりました。そんな素敵なシーンの後に、亡くなった奥様が書き残した離婚届が出てきたのは、ショックが大きいですよね。第1話の話で何度も言われていたように、本当に結婚とは何なのでしょうか。その答えは、京香の母、陽子が残した手紙にありました。陽子からの手紙は感動的なものでしたね。林太郎が京香を誘い、いきなり婚活を始めたのは、陽子の遺言が発端だったと、綺麗に伏線回収され、その真相が分かった京香の前に現れたのは、幼馴染の不破颯。公式ホームページの相関図によると、彼は海外生活が長かったようで、人懐っこい性格のよう。だからいきなりハグをしてきたんですね。彼は18年前の当時から京香に思いを寄せていたようですが、晴太の息子、虹郎の学童を通して、元々の知り合いだった晴太と三角関係になりそうな予感がします。婚活パーティーでの京香の様子を心配そうに見つめる晴太の視線は、もうただの友達に見せるものではなかったですし、また颯がいきなり彼女にハグした時も、声には出さなくとも少し心を乱されたように見えたのは私だけでしょうか。結婚するかしないか関係なく、一度でも告白されたら、それは男女として意識してみてしまってもおかしくはないですよね。晴太のあの表情は、京香に少しずつ心を開き、好意を持ってきたと信じたいです。一方で、突然のハグに困惑しながらも、違いますよ、とっさに謎の言い訳を晴太にした京香も、すでに彼のことを意識しているのではないでしょうか。林太郎にはまだ進展が見えませんが、京香は婚活に邪魔されず、晴太ともっと絆を深めてほしいなぁと思いました。次回も楽しみですね。第2話は4月26日放送となります。
ぜひお見逃しなく。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。